コキアを見に行きたいのんちゃんです。さあ、ただですね、夏早く終わってほしいなとか思いますけれども、季節はどこかで歩みを進めているということで、皆さんの周りでね、見つかった小さい秋をご紹介していきたいと思います。1枚目は山梨県南都留郡富士河口湖町、リポーターの朝焼け万歳さんです。コキアも少し紅葉し始めたかな。モフモフが可愛いです。久しぶりにお出かけしてきました。皆さんも良い一日をお過ごしくださいね、ということです。うん、少し色づいてますね。このあたり、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 このあたり。シャシャシャ、シャシャシャって、色鉛筆とかでなんかもうちょっと塗った感じがして。かわいいです。ねえ、個体差がありますし、こうやっぱ日の当たる場所とかなんですかね。不思議ですね。すくすくね、コキアも育って、しかも色も変わり始めているということですけれども。そう、私今年はコキアを見に行けたらいいなぁなんて思ってますって言ったんですけれども、コキアの名所っていろいろあって、公園、日立海浜公園ですかね、が結構なんかおすすめだよとか、いうのも聞いたことありますし、あとこの富士山のふもと、この河口湖町にも今ね、見えてる写真のコキアの広い、コキア畑なのかな、があるということで、そう、個人的には河口湖を今年行こうかなって狙ってはいるんですけど、まだ何の予定も立ってない。何の予定も立ってない。もう、相当、もう願望です。ただの願望。日立までドライブもいいですし、河口湖までドライブもどっちもいいですよね。距離的には都内からだとあまり変わらないのかな。富士河口湖町と、日立海浜公園。え、どうなんだろう。どっちに行くかですよね。北東行くか北西行くかっていう感じだと思うんですけれども。え、どっちの方が近いんでしょう。でもなんかドライブっていうイメージだと、河口湖ツーリングとかがなんか有名なのかなとか思いながら。なんかみんなでペンションとか借りて、家族でなんか過ごしたいな。10月後半ですか。そっか。今ね、北海道とかも行きたいなって思ってて、北海道も10月後半なんですよ、紅葉シーズンが。富士河口湖あたりも10月後半行けたらいいですね。ああ、そうなんだ、霞ヶ浦もおすすめということでね、ちょっと行きたいですね。 ありがとうございます。そうね、気軽に行けるんですけれども、なんかみんなでそれぞれ車出してね、行っても楽しいですよね。いや、いいですね。いいお写真いただきました。ありがとうございます。夢がまた広がりました。さあ、ここまでウェザーニュースライブアフタヌーン3時間お送りしていきました。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。この後も引き続き最新の気象情報を確認しながら、素敵な一日をお過ごしください。それでは皆さん、ごきげんよう。